まずは先日の翔平図の動画をご覧ください。このおっちょさんの打球、はい、捉えた瞬間のホームラン、その新バットの紹介です。はい、どうも、シュウティビでーす。はい、お願いします。というわけで本日は、はい、新バット紹介またやっていきます。またはい、お願いします。ブラックキャノン A パワーという、ね、はい、来ました。 A パワーというね、バットなんですよ。ブラックキャノン A パワー、高速エアパワーが生む高速弾道。10年の時を超えてエアパワーが生むブラックキャノン史上最速弾道。打撃部三重間構造がトランポリン運動を向上させ、強烈な高速打球を生み出す。全長約20センチのエアバックを内蔵。ボール衝突時のたわみに対して瞬時に反発。ライナー系の打球で打球速度が著しく速い。初速値はどのバットよりもスピードが上回る。爽快で確かな手応えを手に入れろ。マスターブラックキャノン A パワー。カーボン、そう、前回さ、モンスターブラックキャノンあったでしょ。はいはい、あれはウレタンでした。初のね、ブラックキャノンシリーズで初のウレタンだった。そう、Z 初のウレタン。今回はこちら、ブラックキャノン A パワーってことで、はい、A パワーってなんぞや。まあ今まではね、X、10とかね、はい、いろいろあってる、いろいろありましたけど、これ実はまあブラックキャノンだから三重間構造のカーボンバット、はいはい、その中にここに20センチのエアバッグが入ってます。え、エアバッグといえば車ですよね。これ入ってます。ここ20センチ。もう事故っても安全。これで事故るってどういうこと？やばいね。わかんないけど、でこちら3種類バット、はいはい、今回あるんですけど、84センチの720と700と680。軽いのあるの？3種類や、軽めの。だからこれは僕みたいなガッツリ打つバッターっていうよりかは、うん、こう間を抜いたりライナーでこう打ったりするようなバッター向けのバットなんですけど、はい、伸び特性を持つカーボン材を使用した打撃部三重間構造がトランポリン運動を向上させると。ビヨビヨビヨーンとビヨビヨーンとビヨーンと飛ぶということで、高速打球って、トランポリンだからって飛ぶんじゃなくて高速打球、スパーンスパーンと。これを今回は僕のみで、はいはいはい、打っていきますので、まあ、とにかくこれね、口だけじゃ分かんないんで、はい、実際打って打感を確かめます、はい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 、どれぐらい飛ぶかとか打球がどれぐらい速いとか、そういうのを、見ていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは行きましょう。ゴン、はい、いただきます。よーし、お、なんか打感重いぞ。ちょっと重いか、重感じた。やばい、勝つんだ。あ、超飛んだぞ今。めっちゃ飛んだ。超飛んだ今。え、カーボンとかあれじゃないの、全然。ちょっとこすった。こすったけど、今こすったのよ。こすったんだけど、なかなか落ちなかった。弾道があるから、僕の、あれ、僕のせい。ちょっとこれも擦ったんだけども、なんかさ、高いよな。音はカーボンじゃないっすよ ね。わ、超飛んだよこれ。待って、え、超えた。いや、センターいくつ？センターが105。105。105だけど結構後ろまで行くよ。ほら、うわ、めっちゃ飛んだよ。ほら、すごい。え、俺意識してない。なんていうんですか、打感もそうだけど、打感もやっぱちょっと重め。感触が公式に近い感じ。カーボンバットって打つとちょっとこう負けてる感じというか、打ってもこう手のこの感覚的にこう飛んだ感を感じない。ちょっと負けてる、頑張って振ってもなんかこう跳ね返されてるみたいなイメージですけど、これは重みを感じるから、うわー飛んでるのが分かる。え、あ、もう本当フェンスギリギリっすよ。フェンス今、何球かは、こすってる感はあるんですよ。ちょっとこすってる感はある。しかし、飛んでる。
あ、いった。これは結構ないなぞ。飛ぶぞこれ。飛ぶぞ。と低い、マジで低い系でいくよ。ほら。うわ、伸び。やばくない伸び。クリッチ最後押されてたよ。クリッチ今こうやって押されてた今こうやって。ちょっと比較的な感じであのモンスターいきます。モンスターいきます。モンスターもまあ同じぐらい距離変わんないと思うよ。どう？もう力強い。ちょっとドライブ勝ってるあれ。えい、105ぐらいか。うわー、どう A パワー。 A パワー、お、いいじゃん A パワー。 A パワー、皆さん見てます？あの打球飛びが見ました？いや、思った以上にあのウレタンと変わらないような気がしてます。このなんだろう、素直にこうバーン飛ぶんですよね。でちょっと伸びてる感もやっぱ感じるので、自分が思ってる以上にバコーンってこうトランポリン構造でバコーン飛ぶんで、その普通だったらちょっとそこで失速しちゃうんだけど、そっからクッてまた伸びますね。これはもう一回します。え、すごくないこれ。カズキはこれ、こっち行く。はい、え、打球速いの。どう？あー、伸びるぞこれ。うわ、モンスターより太めかな、イメージとしては。ちょっと太めなのかなって分があるので、あのちょっと打ち損じてもドライブせずに当たってくれます。非常にいいバットでした。はい、やってまいりましたけども、はい、A パワー、ちょっと今までのカーボンと違うな。うん、うん、そう、何が違うかっていうと、初速がバーン速い、うん、で、よく終わってましたけど、初速バーン速いけど、そっからクーッと伸びるんで、僕がちょっとこう打ち損じたモンスターブラックキャノンぐらいの量飛んでました、うん、むしろあのほんと95円ぐらいの炎は飛んでましたし、はいはい、とにかくこの内野を抜ける時の速さが異常でした。これは多分サードもショートも1本目切ったとしても、はいはいはい、ちょっとこれゴロさばけないんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん、はい、非常にいいバットですので、はい、詳細はね、あの動画のリンクに貼ってますので、はい、チェックよろしくお願いします。お願いします。今年のバット戦争はやばいことね、やばいと思うので、はい、あの本当に楽しみにね、草野球児待ってください。はい、はい、こちら2月21日発売、はい、ということで2月21日です、発売です。はい、チェックよろしくお願いしま す, お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。